さあ、ということでゲストに来てもらいましたラフ次元です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。っていうのも、はい、いや、ほぼほぼ、まあ、空はあれな、滑らないで、はい、くれたし、はい、な、あれやけど、はい、ほぼほぼ始めましたよな。そうですね、あの、NSC 生の時に授業に来てくださった時に2ラリーぐらいの話させてもらった。そうなの。その時はラフ次元やな。はい、そうです。もともとずっとコンビなの。 NSC で会って、はい、組んで、そこからそこから続いてる、はい、あ、じゃあもともと中学のとか高校のじゃなくて NSC で知り合ってるの。そうです。そうです、はい、そうなんや、はい、同い年、相方の方は、2個上です。はい、あ、そうなの、はい、今いくつ。僕、42です。42、はい、40。はい、へー、こんなもう、次あれや、まああるかどうか知らんけど、ザ・セカンド。あ、そうですね。そうですね、はい、去年の、まあ言った今年か、年内のやつは出させてもらって、で、16まで残ったんですけど、あのギャロップさんに1点差で負けちゃって。あ、1点差1点差やって、はい、はい、すげえな。ちょっとやったんですけど。じゃあもうラフ次元でよかったの。なんでですか。やった。そうな、ほんまに。でももうなんかその戦った時に、はい、ほんま一旦ちゃおうかみたいな気分で、だからもう結果発表された瞬間、二人とも行ってる顔してモテて、なんか変な感じになって、なんか、高校やった、先行やった、先行でしょうか、はい、またそれはいろいろなあ、ね、まあ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 、そうなんや、はい、そうですね、おかげさまでなんか仕事、舞台とかできていただけて。だってこの後も NGK だろ。あ、ありがとうございます。 NGK なんか出られへんで。いえ、もうあれ、あれ俺出たことないもん。ええ、マジっすか。出たことない、ホンデマン、出たことない。あ、そうなんですか。俺らミジョン漁業でやって、俺もすぐ東京行ったから。ああ、あ、それ全然知らなかった。 NGK のそういう出番、出たことない。もし出はるってなったら、いや、それ出してもらえんねんったら、ほんま出てみたいわ。どんな感覚なんやろって。いや、もうすごい湧くと思いますよ。いや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 、そのまた漫才じゃないからな、もし、あ、まあまあ、出させてもらうとしたら、コントが、なんか見てみたいっすね。それはすごいですね。いや、だからほんまにセンターマイクせり上がってきた俺、声出てまうかも。俺かーみたいな。確かに、アトラクションみたいな。いやいや、そんなラフ次元になぜ来てもらったかって言ったら、はい、この間、はい、銀シャリ橋本と飯食うて、はいはい、ほんなら、ジュニアさん、ラフ次元読んだ方がいいっすよ。嬉しい。絶対読んだ方がいいんです。マジっすか。もう、とにかく、まあ、ラフ次元がおもろいっていうのは、そうやってギャロップ1点差みたいなこともあるし、こうやって、はい、やってるっていうのはもちろんやけど、プラス、その、雑学がすごいっす。あ、でも、相方すごいっす。すごいやろ。この梅村が結構賢くて、もう、塾の先生とかもずっとやって。え、今も現役の塾講師で、はい、学生時代から。そうなの。はい。え、大学どこなの。大学同志社大学。あ、同志社で。はい。でも経歴より塾講師歴の方が長なってるんですよ。だから、本間さんがいつも、その賢い芸人というよりは、もう、明るい先生みたいな。恥ずかしい。先生買ってるやん。めちゃめちゃええやん。いや、めちゃ恥ずかしいです。生徒にしたらたまらんやん。ま、応援してくれてたりとか。そうやろな。そうですね。塾の先生、テレビ出てておもろいこと言うてくれたら最高やん。最高ですね。そうですね。はい。こんな説得力あることないよな。いや、もう、ありがたいです。いや、確かにほんまに、はい、歴史なんてさ、めちゃめちゃおもろいな。面白いですね。うわー、ここでこいつがあって、うわー、面白いって、はい、なんでこれがこんな面白いものにちっちゃい時に興味持たへんかったんやろって思ったら、そう、これもう先生の話術のなさやろ。いや、絶対違うよ。同じようなこと言ってますよ。そうやろ。そんなことない。だからそんな言うてやで。話術で全然変わる。そうやと思うよ、はい、興味を引かせる方がね、もちろん。そうやんな、国語にしたって、算数にしたって。全部、はい。全部そうやんな。はい。なんで、僕、で、英語の教師やってまして。あ、英語なの？あの、カナダのトロントに住んでたことがあって、うん、なんか帰国子女だよみたいなので、うん、漫才とかもやらせてもらって。ペロペロの？いや、ほんま、もうちょっとです。全然。ペロペロ。僕は、ディスカバリーチャンネルに出た。はい、
出させてもらった、うん、初めて出たテレビがディスカバリーチャンネルやったんです、うん、NSC 生のコンビ海外の番組海外ロケ、うん、アメリカ人のシェフの人をなんかエスコート、はい、相方がエスコートする、はい、あ、そうなの、はいはい、すげえな。いやいや全然、ただむっちゃ恥ずかしかったのが、うん、その日本の漫才師っていうのを描写せなあかんくてな、うん、あの番組で、はい、だからあのカウスボタン師匠とか阪神巨人師匠の写真が出てきて、その後に僕らの写真が NSC とか出てきて、もう誰やねんこいつらみたいな。あ、そう、二人とも漫才師なんですけど、二人ともアウター着てやってるんですよ。ドシロとか丸出しのやつ。あ、そう、はい、でもよかった。そうなんや。え、ほんで今もそれやってるの？今もやってて。塾講師、塾講師も、はい、アルバイトとして、アルバイトで、はい、はい、で吉本からもお仕事をいただいて、今日この NGK 終わりに、うん、あの富田林で英会話教室のお仕事、なんか吉本からの、はい、いただいて、あ、吉本通して、英会話通して、はい、市役所のなんか教室みたいなのを借りて、そこで英語を2時間ほど皆さんにお伝えして、英会話を楽しくやりましょう。え、じゃあ例えば今日はどういうことを話すの？あ、今日はそれは塾に通ってる人たちに向けてじゃないやろ？じゃないです。これから英会話と向き合う人たち、はい、英会話始めようかなと思ってる人たちに、はい、英会話の楽しさをってことだよ。そうですね。例えばどういうあれな、例えば日本語って母音が5つあって、うん、あ、いう英語ってあるんですけど、英語って23個あるんですよ、母音が。だからもともと僕らは聞き取れないし話せない仕組みになってて、これがどういうことかって言ったら、まあ、およそ5倍ぐらいあるじゃないですか、まあ、5個と23個、まあ、25個ですけど、これって母音が1個しかない国、あーしか喋れない国があったとして、ありがとうをあらがたって言われてるのと同じなんですよ、僕らのカタカナ英語って。向こうは5倍あるけども、サンキューとか You are welcome って言われても、向こうからしたらあらがたって言われてるのと同じですよ。ちゃんとあらがたって言われて、あ、君は今ありがとうって言ってくれてるんだねって理解してもらえてるっていう状態なので、まずはその下の動きをマスターしていきましょうみたいな。入ってくる入ってくるめちゃくちゃ入ってくるよあらがたありがとうと言わんでください。母音の国で言わんでください。すごいねみたいな。で、なんで話せないかのメカニズムをお伝えして、じゃあこれを得意になっていきましょうみたいな。はぁー、うわうちの子とかに聞かせたいそうな、はい、なんで。そら喜ばれるわ。そんなんで話して、はい。で多分橋本さん、銀シャリの橋本さんとかも、そういう、じゃあなんか雑学ないかとか、英語の話とかで、いや、これご存知ですかみたいなのを、イベントとかでもやらせてもらってて。あ、そうなの、はい、だって月日って言ったで。で、橋本が大阪で、こうやってご飯食べたりして、これ知ってますかみたいなのを散々聞いて、で、東京戻って、で、一週間も経たうちにまた大手も、また新しいの持ってるんですよ。月、ね、なんか、芸人とか見たらそんな話になりません、ね、なんかこれ知ってるみたいな、あれを全部メモっていって、でこれ今度話させてくださいみたいなので、なんで例えば英語で1個いいですか、もしご存知だったらあれなんですけど、あの家族、ファミリーっていう、あれどういった頭文字かご存知ですか？頭文字だあれ、はい、ファミリーファーザー、あ、ファーザー、アンドマザー、はい、 ILY は何だ ILY？ お父さんお母さんが息子や娘たちに思う感情です。僕はあなたのことを I love you Father and Mother I love you でファミリーなんですよ。すげえマジでこれいつも言ってるんですけど、続説もあるから、はいはい、僕はそれやぼやなと思ってて、そうやねなんかね、もうええねん、もうええねん、続説ありますから、いらんって、こっちはもうええのがほんまでええねん、はい、もうそんなもんもう、そうなんですよ、たまにおっしゃる方、それなんか続説らしいでとか、嘘らしいでとか、いや、ちょ、分かってんねんもうなこれが出ても先ほど飲ましてくれいや、もう薄いなやつが おるからなっていうのを、コンビでイベントとか、いや、期限はとかさ、そんなお前さかのぼるかは実際はい、ほんまなとかいろいろあるんですけど、いや、それはそれでええやんっていう。すげえな。でつい一昨日もあのシャンプーハットさんの単独ライブ NGK で、はい、僕ら呼んでいただいて、で打ち上げに行かせてもらって、はい、で、あの野生爆弾さんとか結構初めてお会いする方もいっぱいで、で相方のもう雑学クイズみたいなんで大盛り上がりして、最後川島さんが楽しすぎておいてもう握手して帰ってすごいってなって、はあ
ほんまイベントよりなんか盛り上がってるみたいな。いやそんなことないわ。ラグビーすごいなみたいなことがあったりとか。ちょっと、はい、あと七八いいですか。いいですか。じゃあ英語つながりで、うん、スティーブ・ジョブズさんの話なんですけど、うん、もしご存知だったら申し訳ないんですけど、うんうん、あの iPad とか iPod とか最初、うん、Apple で作られてたじゃないですか、うん、でこれをもっとちっちゃくできないかっていう、ほんまにミニマムとにかくちっちゃくできないかのをやってたんで、もう開発者の方々がもうこれ以上無理です、うん、もうこれ以上はちっちゃくできないですって持ってきた iPod が、うん、ほんまかこれ以上ちっちゃくできないか、うん、俺一瞬でこれ以上ちっちゃくできるか証明できるぞって言われて、うん、あることをしてまだちっちゃくできるなっつって跳ねられたんですよ、うん、それは何をしたかって、うん、iPod をどうしたか、なんかそれうっすらなんか聞いたことあるな。 あります。ああ水に入れて気泡出てきてってやつやな。正解です。はい。でそんなすごい会社があるじゃないですか。リンゴアップルはあれかじられてるでしょ。あれなんでかじられてるかご存知ですか。知らん。ここです。あの水の話は結構知ってはる方いらっしゃいますよ。あれがなんでかじられてるか。変でしょ。だってかじられてるので。普通のリンゴでアップルって言ったらあのリンゴ出したらいいのに一個パクってかじられてるんですよ。これも手繰り寄せていきます。ああそう、はい、アップルとかやっぱああいう会社インターネットパソコンって何が大事ですか。なあここにマウスいるな。マウスもいりますね。でこのパソコンに、ああネズミ、うわあ面白いなるほど、うわあうわあそれは洒落てるな。いやでもじゃなくて パソコンとか機器に必要なものとかかってるんですよね。実は英語の単語を知ってたらなんですけど、かじるって英語でご存知ですか。これ知ってたら一撃なんですよ。かじるってバイトっていうんですよ。あのバイトケーキをバイトするってあの結婚式とかでファーストバイトとかバイトって聞いたことないですよ。パソコンとか iPhone とかで容量が1バイト2バイトのバイトとかじるをかけられてるっていう。あそういうことなんや。バイト、はい、はーなるほどな。みたいな。ええー、なぁ。きれい、きれいなぁ。きれいなぁ。恥ずかしいですね。はい、あと、はい、これさっき言うとくけど、はい、こう今からあと何個もこれいただくけど、はい、まず基本ベース、俺、小卒やから。それ分かった上でやってた。ええ、だろうと。だいぶ、バイトして、できたとか。他にもそうですね、あの物の数え方のお話なんですけど、うん、お魚ってなんて数えますか。普通に日本語で、うん、英語でピキえピキはいろんなのに言えるじゃないですか、うん、お魚ってピキ、うん、チッポなんですね、うん、例えば牛とか、うん、豚は、うん、トウ、うん、じゃあ鳥はワイチゴは、うん、これがなんでか、うん、っていう、うん、なんで鳥は羽って言って、うん、豚とか牛は頭っていうね、ああ魚尻尾っていう、ああこれは理由があるんですよ、ね、これを手繰り寄せてください、はい、なんか死んだ時に残るとか食べた後に残るやつなんですよ。ああちなみにウサギってなんて数えます。ドン1頭2頭はいろんな動物にもよるんですけど、ウサギならではのやつがあって、ああ鳥と一緒なんですよ。ウサギも1羽2羽、ああああ昔ウサギって羽があってこれを翼やと思われて飛べない鳥やと認識されてるんですよ。だから狩猟民族の人たちウサギ結構捕まえる映画なんですけど、もう鳥を捕まえると同じニュアンスやって一羽っていうのが跳ねない。じゃあ人は死んじゃったら何が残るかっていうので何て数えますか。詰めてくるね長残んの、はい、長残んねや。人間は何名様って聞かれる。1名2名、人は死んだら名を残すっていうことです。あなるほどな、いいねおええー、ないやこれはなハイボール欲しいなるやつ、はい、これをお酒飲みながら延々と、ええー、なー隣でええの聞いてんな。ほんまにだから営業とかに行かしてもらった時に、はい、円卓とかおじさんとかでもう漫才全然聞いてくれない状況とかだったらほんまこれに切り替えるんですよ。
もう今から雑学、相方雑学クイズですって言ったら、もうおじさんがもう聞いてなかったの、みんな聞き出して、最後俺もって答えて、拍手で大盛り上がりになるという、こんな助けられてるというか。あ、そうだ、ちょっといいですか。いいですか、はい、お願いします。これでも知ってたら言ってください。知ってたらこれあれなんで。知ってたらじゃあ、フランス入り、まあ、ヨーロッパのある国がね、信号機、普通に横断歩道歩くときの信号機って、僕らって日本って正面じゃないですか。この普通に歩く向かい側に止まる。ある海外ではここについてるんですよ。もう横断歩道がここから始まるのにここに信号があるんですよ。この理由を、普通正面につけるじゃないですか、赤かな青かなって見るんで。ある海外ではヨーロッパの国ではこうなんですよ。これがなぜか。だから、前だけやと、車無視、信号無視する人は、例えばね、はい、こっち見て、信号見て、この車を見る。正解です。早っ。これね、ちなみに早いです。早い。これみんな、どういう意味ってなるんですよ。ああ、そう。早っ。俺、衝突ではまあまあ上の方や。早っ。もうおっしゃる通りで、車が確認できるのと同時に消火できるからっていう理屈で。寒い地域で車の信号が縦になっている理由はご存知ですか？雪。ああ、正解。早い。雪が積もって落ちないように縦に信号3つ。はい。じゃあ三色団子、あの色なんであるかってご存知ですか？赤、白、緑。ああ、いいです。はい。それが理由あるんですよ。はい。あの三色団子。どこ行ってもあの色じゃない。おお、あの色や。あの順番や。営業のおじさん今この間営業行ったおじさん、この問題出た瞬間でええってなって、これどういう角度、色があるものを表してます。色があるもの、はい、3つや。ただほんまは3つじゃなくて4つのものなんですよ。を3つだけ選出されて、セレクトされてポンって選ばれて、まあ、4つやったらまあ季節とは。おお、じゃあ白は、先ほどおっしゃった信号の時の、まあ、雪、雪で冬なんですね。でピンク、桃色は花、はい、桜の春で、じゃあ生い茂る緑が多いんで緑は青、春、春がピンクで緑が夏、はい、何が足りないですか？春やろ。春で夏もありました。で白はない、冬です。冬、はい、秋がない、はい、飽きないようにって作ったんです。飽きないはようやっとるな、いろんなところで。そうですよ、商売の方と飽きないよっていうのが、そう、掛け言葉がすごい好き。あ、そういうことだ。あれ、はい、飽きないようにっていうのも言われてるよ。はあ、だから縁起がいいものとかさだって、はあ、それを串に刺してええんかって。ほんまですね。すごいね。みたいなの、はい、ちょっともっとガンガンちょうだい。あ、いいです。こればっかり大丈夫かな、そんな大丈夫。こんだけ YouTube なんですか。いいですか。いや、橋本がこれぜひ聞きに行った方がいいですよ。いや、それは嬉しいな。本当にすごい数あるんで。橋本さんも早いんですよ。めっちゃ早い、ね、めちゃくちゃ早い。めっちゃ早いやろな。すっごい早くて。そうですね、それで言ったら、電信柱、あれじゃないですか、あれ、触ったら、なんか、イボイボのゾーンある。あれ、なんか、全部が全部のコンクリートのツルツルじゃなくて、ちょうどイボイボのゾーンあるじゃないですか。あれ、なんでイボイボかっていう、ブツブツというか、で、あれ、ちゃんと理由あるんですよ。イボイボなやつあるな。なんかが上か下からこう行って、なんかが登られへんかってんじゃん。上上がっていて感電したらみたいな。昔のお米の倉庫みたいな感じで、盗み返し的な。じゃない。違う。人間に対してあれ。人間に対してです。高さがヒントですね。人間に対してなんで。あ、例えば1メーターって決められてて。はい。はい、なんか分からんけど、じゃあひったくりがいたときに身長どれぐらいでしたか、コンビニのさ、銀行の観葉植物が、はい、ああではないです。そういうことじゃない、はい、あるものを防止するためです。やっちゃダメだよ。
ツルツルやったら厄介なんですけど、ブツブツにすることによってすごく簡単に解決しやすくなるというか、はい、電柱って何したくなるでしょう、大人たちは。普通に生活してて、仕事してて、商売してて、自分のことしてもらいたいとかなったりとかしたら、電柱に何を施しちゃうでしょう。なんかこう、はい、貼ったり、ほんと剥がしにくいですよね。ああでも裏ブツブツやったら、ああくっつく表面積が減るから、ああすぐ剥がれるんですよ。うわだから何か貼ってほしくないとこって結構あのイボイボ多いんですよ。あ、そうなん、はい、だからあれはだから大人が届くところにしか、あ、そういうこと、低いのと高いところにはブツブツなくて、そこにはあ、そういうことなんや、はい、あ、そういや、なんか、はい、一緒にロケ行きたい嬉しい。いや、もうめちゃめちゃだよなそういえばこれは歩いてたら企業の看板のこれはとか、それこそアップルはなんでかじられてるとか、ね、いろんな説ある中でそういうのがあったりとか、あとその電柱で言ったらそのここの部屋にあるかな、あの非常口のあの緑のこのマーク、うんうんうん、あれって緑バックの白人間と、うん、白バックの緑人間の2種類あるのご存知ですか。あ、そうなん、はい、イメージする方、多分緑バックの方がイメージしやすいんですけど、お白人間、はい、でもほんまは白バック緑人間の方が多くて、そっちもたくさん街にあるんですよ、デパートとか。じゃあなんでそんなに2個あるのって、なんで2パターンあるの、非常口の緑白が反転したバージョン。あー、なんか分からんけど、はい、色弱の人とか、あ、ではないです、はい、目印にはなってるんですけども、はい、非常口のマーク。それは意味あんの？あります。で、知ってる方が得です。これ知っといた方がいいですって言ったら、はい。あ、そうな。はい。帰りとかに見たら、ああほんまやってなります。車とか乗っててトンネル運転してあったら、ああほんまにそれ気づきます。あ、ほんまや。確かにそうやってなります。知ってたら。知らんかったら。2個あることすら気づかないんですけど、知ってると、何教えて、あ、もういいですか、あの白がバックの方はこっちですよの標識で、緑バックの方はまさにここですって意味なんですよ。だから白を追いかけていったらいずれ緑にたどり着くんで、白はまだ非常口じゃないんですよ。あ、そういうことだ。だからトンネルでこの先 500m 非常口ありますよの時は絶対白バックで、また白バックでって、まさにここですよの時は緑バックになるんで、だから行き過ぎなくて済むというか、あ、ここあ、じゃあ非常口の標識は、はい、非常口はあちらっていう標識なんや、もうあって、こちらの方は緑バック、はあ、緑を目指していこうねっていうことです。それはもうちょっと伝えた方がええよそうですね、はい、矢印とかつけてどっちかやったと思う、これ逆かもしれないですけど、ああ、はい、なるほどみたいな、はい、なんぼでもあります。すごいなちょっと知ってるやつに、ほら、あれあれええやんみたいなのもあるやろ、綺麗やねえやつ、いや綺麗あの僕好きなのは、あのこの間もウイダインゼリーの、あーウイダインゼリーが、ウイダインゼリーなんで売れたの、はい、まあどこで売り出して爆発的に跳ねたか、普通にコンビニに置いてたり、キオスクに置いてたりしても売れなかったんですよ。あるところに置いたらこれすげーってなって売れた。じゃあその場所は病院じゃない、めっちゃ近いんですけど、はい、違います、病院近い、近い、めっちゃ近いです、病院の中の何何というか、いろ病院って外科とかいろいろ種類あるじゃないですか、その中のどこか、病院という言い方するか、お医者さんという言い方か、形状とか、はい、食べる時のことを考えると意外と、いや俺バイクで事故った時に、はい、俺もう針金でブルブルで固定されて、折れた歯の隙間から、豆腐すするしかなかったから、はい、当時なかったから、はい、あれあったらよかったなと思ったら俺病院かなと思って、そうですね、でもめっちゃ近いです、今の中にめっちゃヒントがあるというか、もう、はい、何コントラさん、歯医者だし、歯医者に置いて、あの麻酔とか治療後にご飯食べれない時に
これよかったら栄養補給してくださいって置いたら、もうそっからみんなこんなあんねんやってなって、それまでどこ置いても売れなかったのが爆発的に売れたっていう。あ、そうな、場所によってっていう。コンビニとかもあのレイアウトって全部決められてるんですね。おうおうおう、ここにこれ置いたらこの商品が売れるからっていうのがあって、おうおう、だからコンビニによって場所違うとこあるじゃないですか。おうおう、その地域ではそれが売れるっていうのがもうあるんですって。あ、そうなん、決められてるんです。ああ、僕らなんかおにぎり買いたいなって言ったら、どのコンビニ行ってもファーっていきなりレジの奥行かないじゃないですか、うん、なんとなくレジの隣の方にあるんじゃないかみたいな、もう、うん、あれはそこで一番買われるからっていうのが全部出されてる。なんでや、はい、じゃあファミリー層が多い地域、はい、一人暮らしが多い地域でまた配置がちゃうんやみたいな。へえ、それをすごいリサーチしてるのがコンビニエンスストアなんで、うん、あるお弁当屋さんはこのコンビニが近くにあるところやったら 100% 売れるからって言って、そこで店舗増やした店舗もあるんですって。このセブンイレブンがあるから、もうここはもう人が集まるって分かってるから、そこにしようみたいな。なあ、とかオリジン賢いよな。他は、他さっきの高速道路の話で言ったら、うん、あの高速走ってたらこの横に黄色いなんかちっちゃい可愛らしいランプがあって、うん、なんか反射板みたいな、うん、反射板あるんですけど、あれよーく見たら扇風機みたいなついてる、羽ついてる、カラカラカラ3枚みたいな、はい、うん、あれなんでかって、どういう意味、走ったらカラ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 、走ったらなるんだ、はい、だから勝手にあの埃で曇らないんじゃん。すごい早い、正解。早い、ワイマンみたいな、あれ裏にね歯ブラシついてるんですよ、ブラシみたいな。だからあれがくるくるって回ることによって、すすを取ってる、自動でしてるっていう。いや、あれみんな移動するときにくるくるなって目にちゃんと入るから、もうあの事故につながらないとか、いろいろ寄り道するんですよ。早いです。一撃で。すごいな。だからほんまに一緒に歩いたらいろいろ勉強になるやろな。いや、もう持ってくれはったら嬉しいですね。はい、車のあのガソリン、あれご存知ですか、あの右に開くか左に開くかって、あれレンタカー借りたら、あれどっちやったっけってなるじゃないですか。あれ聞いた、あれ聞きました、めちゃくちゃ便利やし、あれめっちゃ便利、もっとみんなに言わなかったな。もう矢印ついてんねんな。そうなんですよ。ほいで、あれがなかった時代どうやって分かったか知ってます？知らん。あれ最近なんですよ。おうおう、あのガソリンマークがあって、矢印が三角形がついてて、右についてたら右にあるし、おうおう、左についてたら左なんですけど、おうおう、それがなかったとこは、このガソリンマークのこのガソリン持つ棒というかホースあるじゃないですか、あれが右バージョンと左バージョンになって、ちゃんとガソリンのメーターの横のホースが開く方になってたんですって。これじゃ分かりにくいからって三角になってたんです。それを大きな声で言わへん自動車業界が素敵やね。そんなこうホスピタリティがあんのに、細部までめっちゃこだわってるんですよ。そやな、めっちゃいいなと思って。はい、すげえな。ほんますごいですね。一回前説の時に僕ら前説が急遽伸びて、最初5分でお願いしますってお願いされてたのに、もうスタッフさんがもうなんかトラブったみたいで、90分前につながらの、えってなって、もう5分のつもりやから、生雑誌作っててやばいってなって、雑学もガンガンいって、どうしようってなった時に、相方が、この人数の確率の話をしだして、でまあ、その時ちょうどあれ50人ぐらいだった、50人、60人お客さんが観覧で見てて、でまあ言ったら同じ誕生日の人の確率が、もうこの人数の時点でもうほぼ 9割以上です。絶対に近いぐらい、まあ、いない時もあるんですけど、一クラス分に同じ誕生日の人がいる確率が8割とか7割を超えるんですよ。めちゃくちゃ高いんですよ。ってなる、50人いたら絶対いますよって。でじゃあって聞いていきましょう。おお、みんなもそんなわけない、そうなるな、そんなわけないって今なってる。で1月生まれの人って手を挙げて、何日ですか何日ですか、あ、覚えておいてくださいねって言って、2月生まれの人でやっていったら、ほんま結構序盤で一緒ですってのもうわー盛り上がって、でまた次何月とか、うわまたいたって、結果5組ぐらい、結果5組ぐらい、5組ぐらい同じ、うわーって盛り上がって、でそのままちょうど90分つなげて、ほんまですね、ほんま始まって、ほんな番組も盛り上がるし、盛り上がるし、お客さんノリノリやから、ノリノリですげえな、もう汗だくで、汗だくで、マジで本編より盛り上げた自信ある。そんな言うたらねえ、そんなことないわ、すごい、もうさすがやろな、お客さんにしたらな、そんなことない、主役が自分やから、お客さんやから、そう盛り上がるわ、めっちゃ盛り上がってくれて、
ラフ次元すごいな。いやそんなことないです。たまたま知ってるのを言って、でそこでまあ冗談入れたりちゃちゃ入れたりしてくれる。いや相方相方で滑らないでもやって、めちゃくちゃ雑誌やし、あのザオーも優勝、そうそうザオーもなすごいんですよ。はい、これなかなか量じゃすごいね。いやいやいや、ほんまに。あと大金持ちっていうのがすごい。実家がすごい。ちょっとすごいです。父が貿易会社の社長をしてまして、お、はい、家に犬飼ってたんですけど、ゴールデンレトリバー22キロなんですよ。めちゃくちゃ。そんだけ言ったら何匹か誕生日一緒やろ。犬みんな一緒です。声も声だから、とか回ってネタに入れたり、そうな、自己講師もやってとか、僕しろでって、こっち嫌なやつでしょみたいなんで、なんとか NGK で、はい、あ、そういうことだ、はい、いや、すごいわ、すごいわ、岸に勝る。いやいやいや、そんなことない、分厚さやったわ。そんなことないです、本当に。あ、そう、ちょっとまだぜひ、あ、もういっぱいあるんで、プライベートで、あ、聞かせて。ちょっとこう電波にたくさんの人に向けては言えないみたいなのもあるやろうし。あります。言えないやつもあります。なあ、実はこれってとか、ちょっと際どいやつ、ダークなやつとか、とか歴史的にもちょっと言わない方がいいけど、こうらしいよみたいな。なるほど。あ、ちょっと今度はぜひ。あ、ありがとう。よろしくお願いします。いや、めっちゃ嬉しいです。ごめんない、忙しい。いや、ありがとうございます。すいません、来てくれました。ラフ次元でした。ありがとうございました。